久保さん、今回ブログ366日更新にしましょうか。もうね、ブログね、もう予約投稿というか、もう書いて、あと1個書けばもう今年終わりなんですよもう。もはや。もはや多分今年あと1発書けば終わりですね。もう予約、もう2、もうあの書いちゃってるんで、下書きで、はい。だからもうか、あの、まあまあ、今日書いちゃうんで、もう達成ですね。まだ、この後自信ねえよな。<laughs> でね、あの、 じゃ、366記事を今日書けつっ,ったら無理なんですよ。さすがに。しかも大体僕1000文字以上書いてるんで、1000文字の366を書けてみると、何万文字っすかね <laughs> 待って。ちょっと計算していいっすか。1000文字で、まあ多い時3000文字ぐらい書く場合はあるんですけど、1000文字かける、366。1、10、100、1000、万、三十六36万文字っすね。 え、今日36万文字書けますこれ結構、久保さんパンチありますね。36万文字、36万文字パンチあるじゃないですか。あ、じゃあ振り返ると36万文字書いたんだですね、僕ね。1年で。1年で36万文字書いてますよ。ライブやったな。<laughs> これすごくないですか今ちょっと僕計算してびっくりしたんですけど、大丈夫ですよね。1000文字かける366で大丈夫ですよね。36万文字ですね。 だから、結局その日々の積み上げっていうのはもう莫大なパワーになります。だから今日36万文字マジ書けないですよ。いやマジで。多分無理ですね。今日36万文字書けてたら無理ですよ。でも僕は日々1日1記事、まあ、あの、なんだ。 あの、僕年末また忙しいので、もうブログ書いちゃってるんですけど、書けるときに書いちゃってる時もありますけど、だからその一日一日のやっぱ積み上げっていうのは、やっぱ計り知れないで,でかいですよね。で、久保さんもね、なんかあの、あのね、ネオヒルズチャンネルを超えたらしいじゃないですか <laughs>。僕全然見てないんであれですけど。すごいっすね。うん。まあね、抜くってすごいですね。うん。まあ昔はね、 この雲の上で見てたはずなんだけどね <laughs>。抜いちゃいましたね。うん。だから僕もね、あのー、別に競争してないですけど、抜ける自信しかないですね。うん。だって、あ僕の方が行動するんで。絶対。100%。これは間違いないですね。うん。行動量は僕の方が1000倍ぐらいあるんで。だから、負ける気はしないですね。ブランドは負けますね。ブランドは勝てない。 ブランドは負けないけど、行動で勝つっていうね。六本木ヒルズには勝てないですね、ブランドは。ドイナがすからね。<laughs> 別にいいんですけどね。うん。だからまあ、なんだろうな。うーん。やっぱ、クッボさんが言った、負ですね。成金。負も、歩も、相手の陣地まで行くと、あの、金になっちゃうっていうね。すごいですよね、あれね。一歩、歩って一歩しか進めないんですよね。負の役目、一歩しか進めないみたいなね。 もう地道に一歩しか進めないんですよ。で、これ面白いですよね。あれ、ルール考えたい人すごいなと思うんですけど、あの、一歩しか進めない歩が相手陣地入ると金になるっていうね。ほぼい全部いけるっていう。斜め下だけいけないですけど、でも金ですよ。金になるっていうね。だ、一歩が金なんですよね。一歩が金。これでいこう。<laughs> 一歩が金ってすごいですね。うーん。 だからやっぱね、でも一歩一歩の積み上げっていうのが36万文字になるわけです。本当に。だから僕はあの10年つ、10年これ続けるんで、10年続けたら360万文字ですか久保さん、360万文字ってやばいっすね。360万文字ってやばくないですかこれやばいっすね。そう考えると。すげえな。 いや、これちょっとセールスレターとかで360万文字あなたは書けますかみたいな。僕書いてきました。360万文字ってちょっと想像できないですね。1000文字は想像できるじゃないですか。360万文字は想像できねえな。どんな文字数やねんっていうね。やばいっすね。うん、だからほんとね、やっぱ。 ほとんどの人がやっぱ2020年まあ僕はまあ今年、えー、終わるんですけどまだ終わってないじゃないですかだからまだまだちょっと追い込んでねプレゼント企画もまだやって、えー、まだやるんですけど最後の最後までうんなんか、まあ、まあ今年終わったかなみたいな人いると思うんですけど終わってないですからねなんかそのねカイジの僕は班長のセリフが好きですけど今日頑張ったものだけが明日訪れるっていうね <laughs> そう <laughs> そう。なんかね、今日頑張れない人が来年あた、来年ね、いい未来来ないですよ。申し訳ないですけど。今日頑張ってないのに、来年から頑張れるんですか来年から頑張ろうとかね。明日から頑張ろうとかね。いやいや、今日頑張れない人間がどうやって明日から頑張るんですか今日頑張れない人間がどうやって来年1年間続けるんですか今日も頑張れないですよ。今日も続けられない人が来年365日どうやって続けるねんと。まあ、今年はウルー同しなんかとオリンピックの年で366なのかな。 うん、どうすかね今日頑張れない人が365日続けられるんすから <laughs> これは無理ゲーですよね多分ね、はい。ということでまだ今年終わってないので今日頑張りましょう。いってらっしゃい。